おや、僕の左耳につけているこちらに興味がおありで。いいですよ、お話ししましょう。少し昔の話になりますが、ミドルスクールに上がる前、僕とフロイドに勝負を挑んできたチョウザメがおりまして、その方が、それはそれは綺麗な鱗をお持ちだったんです。興味を惹かれた僕たちは、勝ったら鱗をくださいとお願いをしました。結果はお分かりですね。そう、無事彼に勝利することができた僕たちは、美しい鱗を譲っていただくことができました。それを加工したものが、今僕とフロイドがつけている耳飾りというわけです。ありがとうございます。お気に入りを褒めていただけて僕も嬉しいです。海の魔女が残したとされる呪文の一節に、力あるものとしてチョウザメが登場するので、チョウザメの鱗はサンゴの海ではお守りとして人気があるんですよ。そうですね、ああ、花火は非常に人気があります。陸で花火が上がる日は、水面に顔を出して鑑賞する人魚が多いですね。僕とフロイドも花火の日には海岸近くまで遊びに行きました。みんな空を見上げているので、陸の方々が僕たちに気づくことはほとんどありませんが、ちなみに昔の人魚は花火を空飛ぶクラゲだと思っていたそうです。クラゲにしては派手すぎると思いますが。面白い勘違いですよね。